おはようございます、ジャン君。おはようございます、ポンちゃん。真っ黒だね。昨日法務局に行ってきましたが、書類の不備がありということがあって、今日また行きます。まあ細かいことを言ってもここではしょうがないので、とにかく昨日行ったことが無駄になり、我が家ではよく起きることですけれども、このダメージが東京に住んでる頃はまた行くのかよで済んだんだけど、行き帰りで2000円ずつ、昨日は2人で行ったので4000円、今日はもう1人で行くことを決めましたのでまた2000円、いくらかかるんだよと思っています。これで1回、まあ書類が通過したとしても、もう1回今度は東京都庁まで行ってですね、またやらなきゃいけないと。それには1500円ぐらいかかると。どうもうとにかく細かい仕事でいいから、そう、仕事をね今日やろうと思ってたんだよ。大丈夫かな、締め切り間に合わなくなると本当にやばいんだけど。ポンちゃん、まあ、とにかく今日、法務局の人が親切にもですね8時半に電話してくれて、今何時、9時半、着替えて行ってきます。じゃあね、頑張るね。古い記憶で知ったかぶりをしたおかげでですね、おかしな道に迷い込んでいます。渋谷恐ろしい。今 Google に道案内をしてもらってます。さて、見覚えのあるところに出てきました。結構遠回りしちゃったね。頑張りましょう。よいしょ。本来であればこの道を上がってきた予定だったんですが、どうやら何本か別の道でぐるっと回ってしまいました。今日は一日外歩き回ってました。パパはですね、その間ママがここでずっと相手をしてくれていたそうです。おかげでそんなには寂し泣きしなかったんじゃないかな。あ、なんか音がしたよ。爆睡から覚めません。ポンちゃん、ポンちゃんおいで、やっておいで、やっておいポンちゃん、やっておいで、はい、ポンちゃんが今度はよく泣く子になってきたね。ポンちゃん、ポンちゃんポンちゃん。